グールと共に死体を漁るアミネグールはアラブ人の伝承に登場する怪物の一種である。ゴール、堀などとも呼ばれる。英語のグールはアラビア語のあるグールに由来する。また、女性のグールはグーラと呼ばれる。語源はアラビア語で、つかむ、または、皿を意味する、動詞ガーラである。死体を食べることから日本ではグール、あるいは、食式と訳されることが多い。 伝承によると、砂漠に住み、退職と姿を変えられる悪魔であり、特にハイエナを装う。墓をあさって、人間の死体を食べたり、小さな子供を食べたりする。また旅行者を砂漠の奥まで誘い込み、彼らを殺して食べたりもする。民んではグールが、集団の誰かに化けていてこっそりと人間を食べるという話がある。女のグーラは、美女に化けて、 その性的魅力によって魅了した男を食べると言われる。グールには子由があり、卵から生まれ、メスは子供に授乳して育てる。人間がグールの父をすると乳兄弟になって、グールと仲間になれる。アラブの民話では人間と会話ができる知能や社会性を持った存在として描かれており、民話にはグールとの会話も頻繁に登場する。その一方で一部の民話では、 道義的な教えを説く存在として善良なグールも存在し、アラーフによって生み出された人とされることもある。イスラム世界においては、現地の民話や伝承がハディースに混合されることはよくあるが、グールも例外ではない。グールはイスラム教誕生以前から人などと同様にアラビア半島で伝承されていた存在であったが、その成立によってハディースの伝承に取り込まれた。 特に二代目カリフはグールを倒したとされている。グールの変身能力は体色を自在に変える、保護色と姿形を自在に変えて、あらゆる人間に化ける能力があり、アラビア語には、グールのように色を変える、グールが色を変えるように気まぐれなどこと技にも登場する。また、異常行動を取る相手に対して、あいつはグールが化けている。 本物の奴はグールに食べられてしまったと言われ魔女狩りのような差別や殺害の対象になることもある。イスラム社会では実在の存在として恐れられることが多く、グールよけの現象も数多くある。預言者ムハマンドは、グールから逃れるにはアザーンを繰り返し唱えると良いと述べたとハディースに記されている。また、鉄を恐れるとも言われているため常に鉄拳を帯びていれば良いとされる。 アラブ社会におけるグールはいわば犯罪者を怪物化したものであり、旅人を襲う、盗賊、他人になりすます、詐欺師、墓泥棒などの行為をモチーフとしている。このため、現代のイスラム社会の裏側の見解では、グールは存在しないとする意見も多く、二代目カリフが倒したグールとは、盗賊の比喩であったとされる意見がある。日本では、ゲームや小説、漫画などでは、 アンデッドモンスターとして扱われているが、アラブの伝承では、蒸気のように生物である。ロールプレイングゲームなどでは、ゾンビなどと類似の存在として登場することが多い。クトゥルフ神話での書出は、ハワード・フィリップス・ラブクラフトが1927年に発表した短編小説、ピックマンのモデルである。クトゥルフ神話のグールは、犬のような顔をした歪めのある怪物で、地下に生息し、 墓を砂取って死体を貪る。人間がグールに変容することがある。グールは目覚めの世界とドリームランドを行き来する。ロールプレイングゲームのヴァンパイアザマスカレードでは、ヴァンパイアに血を飲み干されることなくヴァンパイアの血を飲んだ、生物がグールという存在になる。グールは頂上の力を持ち、ヴァンパイアの血を飲み続ける限り老化しなくなるが、 血が切れると急速に歳を取って死んでしまう。また、グールに血を与えたバンパイアから血の束縛を受け、従属するようになる。石田水作、原作の日本の漫画、アニメ。超絶的な身体能力に加えて攻撃的素とし、各個を操る一方、人肉に含まれる架空の因子、RC 細胞しか栄養素として摂取することができない、アジン種族、クエシュの存在が、 物語の核となっている。ありがとうございます。